ウェベティオトルウェワエテオトルはアステカ神話の火の神。ウェベティオトルとは縄トル語で老人の神を意味する。図像的には足を組んで座り、手を膝に乗せた姿で描かれるのが普通である。老人らしく顔にはシワがあり、歯は下の歯が二本だけ見えていることが多く、背が曲がっていることが多い。図上には大きな炉を乗せている。ウェベティオトルに相当する神は、 形成期中期にすでに存在した。背中が曲がり、頭に炉を乗せた特徴的な姿は、形成期のクイクイルコ遺跡のものが古く、ついでて沖和間で標準化されたウェベテオトルの像が大量に出現する。中央、メキシコのみならず、西部メキシコ、ベラクルス、五個天気のカミナル冬、五個天気後期のユカタン半島など、広く分布する。 基本的に家庭の神格で、かまど神であり、その像は神殿の境内ではなく、住宅地で見つかることが多い。ウェベテオトルは、日の神シューテクトリと同一視されることがあるが、図像上は、両者は異なっている。シューテクトリウェベテオトルの祭りは1年、4年、8年、及びカレンダーラウンドの一周にあたる52年という期間と関係している。 ウェベティオトルはいくつかの濃厚儀礼でも崇拝されるが、これは種まきの前に畑を焼く習慣に由来する。ありがとうございます。